お久しぶりです。はい、はい、今日は焼肉だ。ここはどこですか？ここは焼肉ジャンボ白金店。僕は大好きな焼肉屋さんですね。コスパよし、雰囲気よし、お持ち帰りに特化した、お持ち帰りに特化したミスだ。モンタロイ。ここは高えぞ。高え。ここ結構高いの。コストもパも高い。うん、俺らはたまにしか来れない。人に奢ってもらうとき、うん、あ、そう。俺マジ自腹で来たことない。俺も行ったことない。マジ。じゃあ今日初めて自腹で払うけど。俺払わない。俺払わない。俺も払わない。ごちそうです。ごちそうです。今日も経費使う。ということでやってみましょう。男気高級焼肉。珍しいよね。俺らが動画で自腹切るみたいな。まあ。あんまね。旅費とかも。いや、会計いくらいかわかんないけど、まあ自由よ。この負けるかもしれないから少なめに食べるもいいし、たまにまくってほしい。ああ、バカ言ってんじゃねえよ。先に飲みまくってほしい。先にジャンプにしたい。楽になりたいよ。そっち俺そっちだ。俺は普通に負け抜きしないから美味しく食べて、最後負けたらしょうがないって思う。しょうがないって思う。俺も大丈夫だと思う。人向かいの飯食うのができたら、佐々木さんは小学校の時に200人のじゃんけん大会で優勝した時期。ありえない。すごい。とんでもない確率だと。勝てるわけがない。決勝戦まではアイコンもなしで、で決勝戦で初めてアイコンだった。マシマシマシ、こいつやるな。で2回目でしとめた。確かチョキでしたね。そうだね、覚えてる。そう、クラスすぎだろ。さなぎの人生のピークだね。そうだね。男気だから。勝った人が払う。勝ってしまうかもしれない。勝敗別にコントロールできるから。あ、コントロールできる。さすがだね。あ、でも普通に怖い。俺銃は覚悟してる。銃覚悟してる。銃は覚悟してる。まあ10! みんなね、俺らの金銭感覚か分かんないと思うけど、10はでかいよ。10はでかい。そりゃそうだ。普通にアコもいかんといけんくなる。早速課金していきますか。課金しよう。福竜無二純米大吟醸38万5000円。あ、それで後ろ見たくねえな。それはもうよし。あ、じゃあ値段的じゃなくて別に飲まれたんです。10万。ワインランクね。ワインってさ、まずい。俺はね、あんま好きじゃない。結局俺、ひよってるやつが負けると思うよ。まあそうだね。じゃあ一回さ、模擬戦やんない。模擬戦。でも絶対さ、後の結果に影響する。影響。これはね、またこれやる。よし。最初、グッ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 。はい、ショー。はい、ショー。ショー。ショー。あー、マジか。じゃあ、グッ、マジっす。ありがとうございます。すげえ。どう、気持ちいい。いや、今ね、練習でよかった。あ、注文いいっすか。朝鮮正面のユッケを2人前、韓国海苔を5人前、5人前、チャンジャ2人前、つぎり、ゴムジョータ1本、座布団、ミスジ、野間焼きも5枚で、野間焼き1枚2600円。すごいね。まあ一回のせる。まあ一回ね、結構いったよ。とりあえず以上で。はい、はい、お願いします。お願いします。ジャンボー。ジャンボー。始まりましたね。あ、うめえ。人の金で飲む。うまっ。うまいよな。俺の中ではもうタケだと思って。ああ、もうバッドループ入っちゃう。安心しちゃったもん。ここで国民使っといてよかったって安心して。そういう甘えが出る。そういう部分だけど甘いね。何使ったよ。何だよ。何だよ。心無にしたの。あのさっきもね、選んだんだよ、値段を。全部それ考えなくちゃ。ああ、うまそう、オッケー。うまそう、オッケー。クソ考えてた。なんかチョミをさ、上半出したらさっき言ってた。高えな。お前で見てる。らしいな。いや、もう最初からマジで勝つ気にしかいない。勝つ気にしかいない。
じゃあ男気あるあー、気づけたく言っちゃったね今言っちゃったね言ったね、今言ったね柳さんはどうなんですか探検大会優勝者としてのプライドはいや、なんかね、結構自信なくなってきたんだけどいつも勝てるって思ってるから、うん、なんかそれ不安になってるってことも負けるうん、なんか、よくわからない運だからな、運だもん結局なさっきのみんなのイケメンでもマジ俺、テレビ忘れたんだけどね覚えてない覚えてない運が何をしたか覚えてるそれも思い出せないてか、明確に理由があったそれを初期行こうかなあ、やってきたおー、やってきたこれはパー行くよでも、実は行かない一回でも忘れたいね一回こっち集中していいですか確かに確かに3件でジャンボはさ、ドゴヤンを超えてると思ってるうん、ジョジョ超えてるてかね、最高級だと思余裕で矢沢ミートマジで強くない強いうん、強い今服もそうなんだけどしゃぶしゃぶ俺、日本で一番上いや、マジでそれはわかるマジで何何見てる酒見てるあらははははははいつも飲ますんよね、鼻にアルハラのキスでもね、わかるよいや、わかる俺が飲ませたくなるあの、挙動をしてるいいよいい感じに拾ってんのそう、いい感じに拾ってんだよ飲んでくれるから嬉しいよちゃんと飲んでくれるそうだね、怒ったりしないもん確かにいい感じしろあと2年お願いしますもうちょいよもうちょいです。ライス欲しい。ライス欲しい。全焼き肉店にライス先に出してほしい。ね、だから待ってる。1枚目、2枚目に間に合わないことあるし。うん、あるな。ふざけんなよめっちゃ呼ぶよ、そんな。めっちゃ呼ぶ。ありがとうございます。さすがだよ。ジャンボ最高早いんですよ。やっぱライス先っすよ。はい。全て計算してるんで。ありがとうございます。まずは、キムチで食べるんですよ。なるほど。ご飯、噛む。おじいこれやってましょうかキムチ海苔タレご飯なるほどねこれ最強でしょマジで俺らぐらいだろうな、この食べ方トレビアトレビアが来るトレビアトレビアありがとうございます輝いとるサムネじゃんタイトルイケメンと肉やってたやらさせていただきます。お、肉奉行の藤本です。あ、お願いしていいですか。高級なお肉は僕にお任せください。レモンでお願いします。僕もレモンじゃない。それ後で。ジロー。ジロー。ジャンボ結構火力が高いんで。お、いいですね。表面カリ、中ジュワですね。その通りです。その通り。タクの語彙はいいね。わかるわかるバカのそれだよ伝わってるっしょ伝わるよバカにも伝わる、うん、素晴らしいよ YouTuber としてい嫌な顔してるあさんこれは言ったな俺天才的焼き方なあナイスシェフシェフナイスナイスあ、シェフです。シェフです。いいね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 。ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。加減で。これからも。焼き、加減、加減で。うますぎる。うめえな。やっぱジャンボがナンバー。思い出したね、今。この動きを。思い出したよ。今回。お、なるほどね。なるほどね。パンを今に引き付けてる、みんな。あ、いいのか。いいのかって、もうそういうのやめよう。まあやめよう。普通に。うまい。おとぎじゃんけんだから、おごりたいっていう気持ち俺食うわ、もう。あ、なるほどね。おお、いいね。いいね。いい前の。任して任して、今日は。おごってあげよう、今日は。いや、おっとしいね、普通に。頼むわ。そっちで行った。俺、お前に負けてほしいな。あー。普通に嫌だね。うっ、おい、ひれ。ひれ肉です。ひれじゃない。やばいの来た。ひれが2人前。おぉすげぇこれの、よかったらお願いしますいいですかお願いしますこれは、なんかとんでもないの来そうだなインスタ映えますかあ、これ映えるよ映えますかちょっと待っていただき取るオープン、オープンしていきますちょっと待ってな、どうぞオープンえんて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 んなに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 
あ、そうバイルのはここからなんですね。ここからなんです今じゃなかったんだ。俺理解してなかったわ。ダメこれいる？いる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 あ、いるんだ。いる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 。そうなんだ。なんか4等分ちょうどいいかなあ、じゃんけんで決めてもいいけど。おー、あれだね、あれだね。ここでもじゃあ3等分と2等分でいいですか、うん、で、じゃんけんで、はい、なるほどな。お前、いいやん、うん、いいやんここ大事だ。俺必死だからでもさ、今日セッティングしとくの。俺、おごってやるからマジいいよ。あー好きなの食っちゃって。俺さ、お前勝ちたいな。お前勝ちたいな。一応じゃんけんするよ。おー、寝かすんすか。寝かすんすか。おぉ、寝かしたー。寝かしたー。お兄さん、帰ってきたらもう食べるとき。そうです、これはちょっと今、はい、開けないタイムカプセルだから。あー、なんておしゃれなんだ。じゃあ、じゃんけんはまだ俺らが、しょげ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 。いやいや、まあまあどうしたの。まと、あ、勝ってすぐ食べてる。ぎょってぎょって勝って食べてる。ぎょってるぎょってる。ずるかずるか勝ちにね、勝ちに。せっしょげ、じゃんけん、ほい。あいこんしょこんしょ。一人だ。最初はグッ、じゃんけんぽい。あいっ、これしょ。あよし、まあまあまあ、妥当だ。妥当、サナギーも。まあ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 、まあ今見えてたよね、うん、普通に実力通り。うん、消費する。よかったな。全然消費するもんじゃねえか。てかね、バカフレエフェクト。危ねえ、危ねえ。俺らここで負けれててよかったね。よかったよかった。マジオンカルト。なお酒、レモンサワー。ジャスハイください。ジャスハイ。ハイボールで。ハイボールで。芋の水ありで。芋の水ありで。レモンサワーで。ナイスハンド。この絶妙な量分かるよ。次頼むって言われない絶妙な量。あ、なるほどね。俺サナギがケースキン飲まされるのは嬉しい。いや、できれば避けたいまあ誘われることは嬉しいこと。なるほどね。嬉しいっすよ。よし、あと2年、あと2年。あのお兄さん面白くね、ちょっとね、なんかいい人って感じする、うん。富士に視聴者ですか聞かせたお兄さん覚えてる、覚えてる。これマジ赤っ端書いたわ。いや、よく書いてるよ海でも陸でも。ああ、てか海のさ、あれ恥ずかしかった、マジであれマジで恥ずかしかった。視聴者だと思って反対応するみたいにさ、しちゃうときあるし、向こうそんなつもりないのかな。そういうことがね、よくあるここのお兄さん、お兄さんも初めて来たときに、てかぶっちゃけ視聴者っすよねって言って、富士が言ったら、いや、全然存じ上げませんって視聴者じゃねっていうのさ、結構わかるじゃん、うん、いや、わかる。それを外した時が、今回、あの時だったあとはね、海でサーフィンで、ゆうごくんっていうサーフィン系 YouTuber の人がサーフィンしてていつも見てますっていう、こちら、あ、ありがとうございますって言ったら、ゆうごくんに言って3カット、2カットで、はいはい、はい、まあ、順当に分けるのは友達かなとは思うけど、うん、普通に。あ、兄さんだよ。はい、兄さんで、はい、でかい、でかいなぁ、でかい流れができてる。流れができてるなぁ、ね、まずもう得してる、すでに。特別にいいんだけど、流れが関係ないから。流れが出てる。キレ1枚7500。じゃあ、これでもう1万5000。とんでもないとこ行っちゃう。やばいよ。1人3000だぜ。安っ。ああ俺らだったら安いの、お前らの奥さん倒れたら。うわなんか、攻撃成功した。オムレツが3800円って感じだから、まあ、そういう格好だよ。オムレツが3800円。塩川料理長のってつければいいと思ってる。誰これ3000プラスだよ。ああ、もともと800円。そう。オープン。いやー、うまそう。まあ、じゃんけん勝ちたかった。うわー、全然違うすごくないこのさ、これなんかでかい、ここでかい、俺の顔よりでかい。いや、ここの顔変わらん。うまそうだね。やばい、やばい、やばい。こんな柔らかいの。いや、驚きすぎだろ、お前。メンタル飛び出てる。おお、野原焼きだ。こちら名物の野原焼きでございます。ありがとうございます。ジャンボ来たらこれ食わないと。これ名物ですよね。これマジでこれサーロインなんですよ。サーロインを生卵につけていただくんですね。なるほど。それではよろしくお願いします。はい、いただきます。誰か行く。タッパー、タッパー、いいっすか。うおー、早いぞ。やべ、卵取れとかないと。はい、いただきます。おー、つけまくるんですよ。はい、高いっすよね、この卵。はい、あの京都の京都の
飛びだカメラもやめろカメラ止めてくれやばいやばい爆弾うまみの爆弾が爆されたマジで俺にドセーフやんありがとうございます飛ぶぞ彼は飛ぶぞあ、固まる系だうん、ちょっとあやめてください今味わってるんでそうそうこれ以上は映さないでくださいすいません本当にここだけの話うまいもっといったあ頭かかる見られたくないのかもしれない彼は美味しいものを食べてるのでリアクションとかそういうことを考えたくないと言っておりますそういうことですねシンプルに味わわせてくれと思ってYouTube である以前に俺は人なんだと言っておりますドリンクは、まあ、レモンサワーでいいかなシャンペンいっちゃうシャンペンいっちゃう今日という日はねいやシャンペンメニューがない一番安いやつって言うわ一番安いやつって言うわお前、お前言ってああそんなことかっこ悪いって言うあ、かっこいい味書いて生きてくれよ。かっこいいぞ。一番安いシャンパンください。一番安いシャンパンください。チョコガンプリン5と、牛テールスープ1つと、ユッケジャンスープ1つ。あと、一番安いシャンパンください。はい。言えた言えたよく言ったぞ。よく言ったぞ。この世で一番ダサいセリフ。食べてえからシャンパン頼むなよっていうツッコミが来るやつ。あ、俺女いたら下から2番目のシャンパンください。しかも偶然、偶然、そう、名前とかあってそこにたどり着いたあ、これ結構俺好きなんよねそうですね高田さん氏おぉー手筋、座布団1号ありがとうございますよく見る3点セットだ座布団は5秒5秒で、ミスリと1号は3秒3秒おぉほぼ生3秒トトーありがとうございます座布団って、なんで座布団っていうか知ってますか食感が、ふわふわなんですよなるほどたくさんに鼻で割られてますよ梅間先生座布団です座布団ですあ、来たありがとうございます一番安いシャンパンくださいって言いますいや、いらっしゃいますよいる、いるんすねえ、いるんすかそんな高いやつか女の子といる時あ、女の子といる時はないさすがに女の子もそうだよ今日という日、そしてジャンボにジャンボさん、おめでとうございます6周年15分おめでとうございますこれからも美味しいお肉を食べてくださいありがとうございますありがとうございますおめでとうございますありがとうございますお前下手だよな、そういうの俺昔から思ってたぜ、本当に乾杯とかは下手だよバレたお前気づいちゃった気づいてる俺もむずいんだよやっぱね、でも勢いなんだと思う結局ね分かる分かるそうだから勢いを尽きる声の出し方をしないといけないよねうんなんかねおおってなるよおお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 トレビアありがとうございます今日もトレビアありがとうございます早くやってもらっていいですかはい待ってんすよ8時間ちょっと時間やばいやつお前食ったっしょないよあ、俺が食ったのかそうだよねやばくないお前でも1枚だと思ってたトレビアンやってましたよさっきトレビアンやったわ忘れちゃったんだお前そお前すげえなマジかよ天才かよ一応聞いてみればお腹いっぱいってお腹いっぱいいや置いてくださいなんだっけこれケツ棒ケツ棒ケツケツか結構じゃあ食感しっかりしてそうですねマジケツケツマジケツエロいエロいこれ目牛目牛だ目牛しかも結構可愛いノーハワイ牛か森山のタイプじゃん俺別にそんな牛好きじゃないと思う牛しかおらんやんじゃあ俺さ牛しかおらんやんメルシみたいなお前いっぱい見えるくるんだよ雨してくれよマジで
そうかな、お前。私なんか、森山さんごろの大抵だと思いますよ。うわぁ、そう来るんだ、なるほどね。コラーでさ、ミルタンクスピーって言ったら、そっからってことでしょ。そうそう。あ、終わりました。あ、ちょっと閉じて、閉じて、はい、おっす、来ました。このタイミングで来たか。一回しまおう。一回食べ終わったのか。うん、そう、味が変わる。まあなんか最後ハラミ食べる前にじゃんけんするってのもありやから。ありやな。最後ハラミをどういう味で食べるか。なるほどね。あれ、俺食べた、俺食べた、知らねえよ。俺食べたわ。一番初めて一番食った。じゃあ誰が食べた。俺食った。俺と食ってない。まただ。やばくない、その記憶だよね。すげえわ。やっちゃう。え、今見てからじゃないの。見る前、はい、後もあるな。一旦見よう。見るか。オペ。あ。あ、これ思ってるだけよ、多分。俺の預金残高より高い。じゃあ行きますよ、はい、せーの。あー、なるほど。預金残高。お前大丈夫か。しかし会社から給料あんまもらえてない。一人1万7千とか。まあ言うて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 一旦食べよっか。あ、いらん食べよっか。一旦食べよっか。やろうぜ。大丈夫、任せろ。バチカツ。バチカツ。もう行く。割り勘とかする？割り勘する。じゃあ俺普通にタダ飯の通り行ってた。お前らが払えよ。オッケーオッケー。最初は待て。待て。一気にピンってなってるよ。行きますか。マジか。心の準備はいいか。おお、マジか。行こうか。ライティングね。大丈夫、行ってみる。最初はグーじゃんけんぽん。よしよし。あー、腹痛かった。腹痛かったよ。腹痛かったよ。腹痛かったよ。全部俺に任せて。全部俺に任せろ。しょうがないから、しょうがないから。最初はグーじゃんけんぽん。あいこでしょ。マジでよかった。やばいよ。いや、でもケイスケは気がちょっとしてたな。うん、してた。パッと見、俺どっちかかと思ったよ、なんとなく。あ、そうなんだ。俺自分だよね、だったら。お前ら抱き合ってたっすか。お前ら抱き合ってたさっきだって結構アイコ続いたじゃん。確かに、確かに。一発で決まったからさ。もっと喋っていいよ。ごめんな。どうでもいいから。勝利に浸らして、いかに自分が勝ったか。うん、プリンだ。おいしくて、あ、これじゃんけんだ。あ、誰に。あ、お酒にお会計いいですか。お会計いいですか。あ、ケイさん、ごちそうさまでいい。ごちそうさまでいい。あ、そう。最高だね。最高だね。安いっすね。この焼肉はちょっと安いっすね。あ、安い。え、8、0、1個足りないじゃないですか。大丈夫ですか。あ、食べよ。ずっとなんかおかしいぞ。勝者のおかしいぞ。勝者の一言。なんかちょっと変だわ。これポギじゃない。ごめん、ケイスケの会見見てた。1万6千でしょ。あ、でもその話は1万6千。おかしくなってるよ。8万6千がもう半数してる脳内。1万6千と100円。ケイスケおいしいです。いや、マジでうまいや。よかった。酒ももらっていいですか。あの、その1円でも得しとこうかなっていう。あ、ちょっとついてもらって。まあ、今日は入れてくれたから。先輩だろ。おいしいです。みんな、美味しかった。あ、美味しかった。美味しかった。ありがとうございます。美味しかったね。美味しかった。あ、今いつもありがとう。うまいっす。ケースさん、うまいっす。結構シャンパンなんじゃろ。そう言ってもらえると。あ、本当ですか。おっと、待って、シャンパンって言うね。あー、確かに、違うね、自分で出すシャンパン。その気持ち分かるよ。あ、動揺が動揺が。やば、顔この数字忘れねえわ。86100。払いましたね。チャリン。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。次もっと頼みますね。次一番高いやついきません。今日はすみません、安い、すみません、僕が安いって言ったんで。お前めっちゃペラペラ喋る。彼に命令したの僕です。
前なんか変だぞ。ゲスキルおかしくなった。いやジャンプうまかったな、マジで久しぶりに来れたな、うん、ね、うん、よかったね、うめぇ。疲れた、そのモード。プリジャンしね、プリジャン、プリジャン、あ、プリジャンしたや、これうめぇんだよな。ゲスキさっきバッタありすぎて、俺はこれも食えんのかみたいなこと言ってた。なるほどね、ここも取られるか。なんでマイナスなの。負け一人食えない。セッショングー、じゃんけんふい、あいこしょ、あいこしょ、あいこしょ、ここだ、ここだ。なるほど、さすがにセッショングー、じゃんけんふい。まあここはな、最初にじゃんけんふい。さなぎさん、え、さなぎ、食べれないんすか。まあね、200人のじゃんけん大会じゃね、俺らに勝てないですよ。グリーンぐらい、なんかあざす、グリーンぐらいあざす。見てください、この銀粉がこうやって浮いてるんですね、キャラメルに。とっても美味しそうでしょ。まずそう。さあ一口食う。あ、いいの、まずそうって言ったよね。うまい、あ、うまい、うまい、持って帰る。甘えん坊の顔俺に対して可愛い子分ない。今スイーツ大好きになっちゃうから。タクは本当にスイーツが好きだから。タク、これいくらで買う？今、え、買わないじゃん。ちょっと回収しようとしてる。500円でもいける。なるほど。あとケイスケがさ、ジャンボおごってくれるって言ってたじゃん。あ、それ別だから。当たり前だろ。なんで一緒にしようとしてんのよ。まあでも今金ないからおごれないわ。あ、今はね、うん、じゃあ稼ごうぜ。うん、頼むわ。任せろ。金ないって言わせないでほしいな、やっぱ社員に。ああ、うん、社員に。なるほどね。中圧。え、8万6000円、安い安いってやっぱ言いたかったね。そうそう。重荷寿司。重圧寿司。食べれなかったね。あ、サナギ、サナギ、あ、サナギ、ありがとうございます。ありがとうございます。よかったな、サナギはそんなにいいお店なんだ。なんでなんか、じゃんけんとか言ってるね。ガチなやつ。なんで話さないんだよ。平等じゃない。じゃんけんに始まり、じゃんけんで終わろうや。そうだよね。なんか、勝っちゃうっしょ、サナギさん。あ、いいよ、いいよ、いいよ、オッケーオッケー。最初、グッチン、プリン。はい、これでしょ、はい、これでしょ。まあまあまあ、残るじゃん、残るじゃん。選手をグッ、じゃんけん、ぽい、ここが。うわぁ、やりぃ、欲望ってすごいね。いやマジで最高の店だな。だろだろ。どうしたん、どうしたん。お前の店ではない。お前の店じゃねえ。だろ、またやろうぜ、これ。やるか、頼むわ。結局、取り返さないとな。次サイズとかでもいいよ。ああ、そういうの挟んでる。うん、その辺でちょこちょこ俺頑張るから。さあ、じゃないさん、また次回の男気高級なんとかでお会いしましょう。あ、違う。